そんな別にターンの幅、ランディングの幅にこだわんないでいいよ。まだコートたっぷりあんだから。足をコンパクトに曲げろ。膝を揃えて曲げろ。だからコードの余裕があんだからこの幅にこだわんないでいいっつうの。それよりも距離感をちゃんと作れ。お前どんどん近づいてきてんだぞ。お前だからターンばっかり急いでするから自分の位置がぼんやりしてくんだよ。頭が届かねえんだよ。演算が。近づかないようにターンを急がないこと。あとはもう左右で降りるぐらい、そっち伸ばしてみろ。考えろ考えろ考えろ。それそんだけ早く帰ってきちゃうと左右では降りられないからね。近づかないで。距離感出たり入ったりなってんの。今遠く行ってんの。だからターンなんか急がないで自分の位置と自分のターンをもう見極めろ。ターンばっかりするからお前自分の位置がおかしくなっていくんだよ。はい、静かに右ターン。ターゲット意識して左押さえて、左押さえて。今のターンは乱暴すぎ、想像力が足りない。足揃えて、腹力入れて、頭低く。フレアは我慢して、最後に全部だからな。だからそこで引くなよ。引くからまたノーズ下がるだろうが。わかんねえやつらだな。行く気がねえんだったらフレアなんかするな。